皆さんこんばんは。ラベンダーの田中玲奈と岡田真里奈と宮沢凛です。私田中玲奈は10月27日と11月4日に東京のコットンクラブにて単独ライブを行います。両方に公演となっておりまして、初のレイトショーなども行います。そして2種類、27日と4日で内容が全然違うので、皆さんぜひ衣装とか内容にも注目してほしいので遊びに来てください。そして11月11日には誕生日イベントを行います。エレナの28歳になる誕生日当日に、ライブを行うんですけれども、こちらも2回公演となってまして、15時からと17時40分になっております。場所を言ったっけ、新宿レニーで行いますので、皆さんぜひ一緒にお祝いに来てください。そして11月27日には渋谷ツタヤオーイーストにて19時からありがとう亜美の渋谷怪談夜会第4夜という怖いイベントに出演させていただきます。こちらも皆さんぜひぜひ遊びに来てください。待ってます。はい、そして私宮沢マリンはクラシックロックジャム2017&ワールドギターガールズコレクションというイベントに11月25日土曜日クラブチッタにて6時半から出演いたします。よろしくお願いします。そして11月5日には、ラベンダーのミニアルバムリスタート発売記念イベントを開催いたします。こちらはチェキ会やサイン会など、そしてライブも2公演新宿レリンにて行いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。まだライブには入れますので待っております。ということで今夜もどうぞ最後まで聞いてください。それではまずはリスナーの方からのメッセージ紹介したいと思います。はい、こちら匿名希望の方です。ラベダーの皆さんこんばんは。こんばんは。今日は最近見たおすすめの映画を紹介したいと思います。それはセブンティーンアゲインです。17歳の頃バスケットボールのスター選手だった主人公マイクは、大学の奨学金がかかった試合前、なんと彼女の妊娠が発覚。彼女との未来を選び、試合を途中で抜け出してしまいます。それから十数年後、マイクは昇進を逃し、妻とも離婚調停中、まさに負け組ダメダメな男。ある出来事をきっかけに最高に輝いていた17歳に戻って青春を謳歌する。ここまではよくある話なのですが、17歳の頃にタイムスリップするのではなく、自分だけが若返るのです。つまり周りは現在、自分の子供がいる母校へ転入するのです。息子のいじめに直面したり、娘との間違いが起きるなど、ドキドキする展開が待ち受けています。そして最後には、ここから先はぜひ映画を見てください。皆さんは最近気になっている映画ありますか、ということです。何それ、娘との間違いが起きるってやばいじゃん。そこ思ったけど間違いって何、ね、その言い方はさ、あれしかないやん。そうですよね。へえ、映画館でやるよってこと今これ。いや、どうなんでしょう、セブンティーンアゲインってどんな、ちょっと調べて。でも今、まあ、テレビとかでも見れるもんね、いろいろ。そうですね、チャンネルがあるから。なんかない映画、最近見た映画。最近あるマリン先生。ね、なんかスカパーのスターチャンネルで、うん、ファンタスティック4見ました。お、な、聞いたことある。なんかいっぱいあるやつか、シリーズ。あれ、あ、なんか何個かあります。なんかあの4人がなんか宇宙嵐の影響によって、うん、その DNA が変わっちゃって、なんかこう、うん、特殊能力に目覚めるっていう。へえ。なんか一人はあの皮膚が伸びる。皮膚が伸びる。皮膚って言えば全部伸びる。皮膚が伸びるやばい。ごめん、ごめん人間で。皮膚だけ伸びた。で、一人はあのなんだろう、バリアとかの透明になれたり透視できたりとか、そういうそういうののメンバーが揃ってるやつか。そうそうそう、見たことあるな一回。一人はその火だるまになれると、火になれる。で、一人はすごいあの巨人っていうか、すごい石のような皮膚を持つ、硬くなるってみたいな、ハルクみたいな、やっぱ人間になりたりとかっていう、そういう能力者系の。面白そう。めっちゃ面白かったです。戦う系でしょ。戦う戦う、そう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 。なんかああいうヒーローものって面白いなって思って。面白いね。見てないな。アメコミが原作なんだよね、確かに。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんかやっぱりアメリカとかのヒーローとか結構好きで、アイアンマンとかもなんかそうじゃないですか、キャプテンアメリカとか、そういうのなんか、まあ、女の子だけどやっぱそういうの好きで昔から、好きそう。仮面ライダー見てたくらいだから、最近はそういうヒーローものの映画見ますね。なるほどね、私が最近見た映画はでいいのは、ライオンっていう映画で、25年目のただいまっていう映画なんですけど、ライオンの話？違うかな。違うの？このライオンの意味がその映画の最後でわかるんですけど、なんかこう
ちっちゃい時に、お兄ちゃんと一緒に出稼ぎに行ってる間にお兄ちゃんとはぐれちゃって、一人で電車に乗って違う国に行っちゃったちっちゃい男の子がいて、でその子は、まあ、結局他の家で育てられるんですけど、もう本当の家がに帰りたいっていうことで、で Google マップが今世界にあって、それを使って本当の国に帰れたっていう本当の話、Google、本当の話なんです Google、 実話で、そう Google でだよ、 Google で、 Google で割り出して、ただ自分がそのちっちゃい時すぎて駅の名前とかも全部わかんないんですよ、そうだから本当にもう見た目とかその道がこういう入り組んでたなとか、そういう感覚と Google マップだけでたどり着いたって話で、すごい、これがめちゃくちゃ感動した。Google すごい、最近 Google すごいよね、すごい、そう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 、 Google の力すごい、 Google が映画になるってすごくない、すごいですよね、なんか見ました最近田中さん。見てない、もう俺なアニメとかしか見てない。あ、アニメいいじゃないですか何アニメですか。アニメはなんかあの YouTube とかなんかそういうフールとかでしか見てないっちゃけど、まあそのゲームから刀剣乱舞を見ようと思ってちょっと見始めたのと、あと舞台がきっかけでナンバカっていうアニメがあって、それはもう今フールでも毎日楽しみに、舞台きっかけやけど、なんかそれ舞台の人たちがそのままアニメしようみたいな気持ちで見れるけんすごい楽しくて、そうアニメから知って舞台行ったわけじゃなくて、舞台でハマってそのアニメに行ったっていう、あ、なるほど、ルートだったけど、またちょっとなんか見方が違くて、へー、面白い。今フール便利だな便利だよね、ね、はい、じゃあ続いていきたいと思います。ラジオネームミッティさんからいただきました。ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは、久しぶりにメールします。私は今時間の使い方に悩んでいます。毎日の仕事の毎日の時間の使い方ってとても重要だと思うんです。仕事や学校があると一日があっという間に終わってしまい、もし嫌な出来事があったなら、家と仕事の往復の毎日や家と学校の往復の毎日になると病んでしまいそうです。でも周りを見ると時間の使い方が上手い人はすごく楽しそうだし、小さいことで悩んだりしていません。私もそうなりたいのですが、皆さんは同じような毎日にならないように工夫していることはありますか？特におかまりちゃんは時間の使い方が上手い印象があるので気になります。これからも応援していますということです。ありがとうございます。増えます。時間の使い方か、使い方、うーん、毎日が同じにならないように工夫していること、それは難しいな。うわ、どうだろうな、嫌じゃないもんな、なんか毎日のそのルーティーンがつまらんとか思わんけん、なんかね、あんまりそんな、なんか職業にもよりそうですけどね。そうだね、デスクワークだとやっぱもう毎日の景色が変わらなすぎて、そうね、ってなっちゃうと他のとこでどうやって時間使うか。でもあれですよね、結構私たちよりそういうこう決まってる時間の人の方が空いてる時間がここって分かってるから、予定立てやすい、予定立てやすそうですけどね。確かに、急に入ったり宣言で仕事が、うわー、分からんな、こればっかりは。バイトとかしちゃった時はどう？バイトの時は歩いてみたりチャリで行ったりとか、そのお店までね、場所に、ああなるほど。わあ、私は結構無理してました、バイトの時は、無理してでも遊んでましたね。あ、もう狙んでとかね。そうなんですよね、そういうことか、そういうことか。昔は体力あった、そう、昔は無理できたけど今ってできないじゃん、無理しようって思わなくなったけど、ね、そうなんですよね、思わなくなって。でもたまにちょっと無理したりとかするといいかもしれないし、楽しいもんね、意外と。疲れるけどよかったって思うよね。よかったって思いますよね、そういう時間って大事だから。確かに ね、時間の使い方確かに難しいな、言われてみれば。みんなどうやって過ごしてんでしょうね。気になるな、逆に聞きたい意外とそうだね、予定とか立てとく派ですか、その場ですか。結構半々だな、あれな、なんか立てとかんといかん行き先とかあるやん、はいはいはい、予約しとかないかん、そういうのも事前にみんなに言って、ここ仕事ちょっとね、開けといてくださいとか言ってスケジュール調整するのもあれば、結構あとは全部他のやつはもう行き当たりばったりかも。今日遊びたい、今日誰かに会いたいと思ったらすぐ来てっていうと、結構こういう業界の人ってやっぱ一般の人より来やすいかも。あ、なんか一般系の友達がその多い人に、じゃあ友達呼んでっていうと、普通の仕事してる人って来てくれないってやっぱ言われる、なんか分からんけど、
うん、こういう芸能界の人の方がやっぱり時間が仕事が決まってない分、あ行く行くとか無理とかいうな、結構なんていうとかタフな人が多いイメージがあるかも。でもタフな人多いって言いますよね。なんか、うん、あのテレビで俳優さんとかはやっぱどんなに疲れてた飲み会とか行くみたいに聞きますよね、うん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 、芸人さんとかも、そうやね、芸人さん特にすごい飲みに行くみたいな。そうだよね、仕事にもつながるかもしれんけどね。そうですよね、みんなそう思うから行くんでしょうね。行ってみたらいいんじゃない。ちょっと行ってみたらいいかもしれないですか、うん、なんかね、ぜひぜひ、ね、一日があっという間に終わってしまうっていうから、ちょっと多めに時間を取って、そうだ ね、うん、新しい趣味見つけるとか、うん、ちょっとやってみてください。また何かあったら相談メールください。はい、はい、じゃ続いてラジオネームセナさんからいただいたメールです。はい、ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。この間のラブオンでメッセージを読んでもらった時、見た目わかるかもとか、静岡から来たって言ってたよねなどと言ってもらえて、こんなこと本当にあるんだなと感動しました。たくさんお金を貯めてもっと会いに行きたいなとより強く思いました。静岡から、ね、来たことで、うんうんうん、この間話した方ですね。話は変わるのですが、私は最近太ってきてしまっているのでダイエットしたいと思っています。皆さんの中でダイエット方法としておすすめのものがあれば教えてください。またこの方法で体型を保つようにしているなどもあれば教えてもらいたいですということです。女子トークだ、女子トークだな。ダイエットの話するの久しぶりですね。なんか確かに昔結構喋ってた気がするけど。そうやね、最近じゃあやったダイエットは。この期間で最近別にしてなかったな。誰もやってないぞ。どうかいなね。なんか ダイエットってなんかさ、人によるやん。人の体によるけんさ、お構いのダイエットをマリンとレイナがしたところで痩せるかどうかって言ったら、いやそうなんですよ、そうなんですよ。血液型によってなんか違うみたいな見たことある。へえ、覚えた。血液型でも覚えてるわけな。覚えてないんだけど、なんか A 型の人はなんか肉あんま食べない方がいいとか、ね、あるらしいですよね。あるよ。そう、あの私もあんこダメっていう。大好きよ。そう大好きで、うん、だからそれはもう無視してます。 AB 型イコールあんこみたいなことなんか書いてありました。なんか遺伝子的に、遺伝子的にそうダメな食べ物があって。やばー、マジか。だから洋食が合うとか和食が合うとかあるんだよね。そう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 、そうなんですよ、ね、でも今なんかそういうのを検査できる機関があって、うん、自分にどの食べ物が合わないか合うかを全部出してくれるんですよ、リストで。2万ぐらいだったかな。病院でした、多分病院。そういうちゃんとした検査。あれかなんかアレルギー反応とかも分かるってやつか。アレルギーは分かるか分かんないけど、脂質がダメなのか糖質がダメなのかとか、そういう人によってのやつが全部出るんですって。気になる。やってみたい。やってみたいよね。やってみたい。私も思ったの。本当に2万円ぐらいだったと思う、確か。なんだっけの名前忘れちゃったけど。ジェネリックはそれは薬だわ。うん。あるけど、お求めやすいお薬ね。やってみたダイエットでないの、なんか。やってみた。分かったみたいなの。昔言ったことあるけど、あの、うん、炭酸ゼロカロリー、炭酸ゼロカロリーゼリーとかそういう系。ああ、なるほどね。炭酸でお腹いっぱいにするやつ。そうそうそう。あーあるねー。続いたダイエットなんだろうな、一番。キャベツ。キャベツ。キャベツにするダイエット。炭水化物を全部。キャベツは飽きるな。その時はね、キャベツが好きだったんだよね。だからミートボールってか、ミートボールキャベツじゃない、ミートソースキャベツとかスパゲッティにするところを全部キャベツにしたりとか。あ、なるほどね。してたな。牛丼とかも全部キャベツにしてたりとか。あ、なるほどね。下ご飯をね、ご飯も全部、そう炭水化物系を全部キャベツにしてた時は痩せたかな。あとはお腹にひたすらバンド巻くみたいな。あ、なんかあるよね、そういうなんか帯とか巻いたりとか。そうそうそう、いいみたいで。あれをずっとやってるとくびれもできるし、しかも食欲もなんかお腹いっぱいになるのが早い。そうそうそう、きつくなってきたなバンドって思ったらやめるみたいな。あ、なるほどね。そうそうそう、感じにやってましたけど ね。締めすぎると具合悪くなるからね。いや、なるー、やったことない、そんなの。いやー、こっからも でも時期が私戦いですね。冬だ。岡田好きなもんいっぱいじゃん。そうなのよ、もうこの時期に本当に悩まされるわ、やばい。でも今年、前年よりはきなこチロルチョコを食べてないんで。もう出た。出ましたよ、もう、結構前に出て、うわ来たかと思って、うわまたこいつ出てきたかと思って。全然興味ないわ。悩んでる。面白い。悩んでる今。やっぱお菓子食べんこってね、痩せたいなら。いや、ほんとそうなんですよね。一番はそうですよ。そうね、まあ、できてないですけど ね、 かね。じゃあ頑張りましょう。はい、続いてはラベンダー日記。イエイ。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます。はい、今日の担当は私、岡田まりなです。はい、タイトルはハロウィン。うん、
あ、近いね。そうです。あと来週でハロウィンになるじゃないですか。そうだね。で、まあ、こうハロウィンは結構みんな仮装もちろんすると思うんですけど、うん、メイク、うん、のやり方がわからないっていう人がめっちゃ多いんですよ。ほう、ゾンビの。だから自分たちがこういうもので例えば傷口作ってるよとかいうのをみんなで話していこうと思って、うん、私はですね、最近見つけた、最近っていうかやってるのはティッシュを2枚くっついてるのを1枚に剥がして、うんうんうん、それをのりで手につけるんですよ。手とか、まあ、傷口つけたいとこに貼っていって、その上からこうアイシャドウとかマジックで血を描くと皮膚が割れてるように見えるっていうのをやったね。やってます。なんかあります？タトゥーシール。あー、ちょうど確かに早い。すぐ終わる。ペタッていって周りちょっとシュッシュッシュッってアイシャドウでぼかしたらもうすぐできるし。あれ、ゾンビなんかやってませんでしたっけ？何やってました？傷？あ、傷はだけ、そのタトゥーシールみたいな水でプッて貼るやつに、でもやっぱそのシールの周りがちょっとキラキラするやん、透明やけど。あ、しますね、しますね。そこをアイシャドウで埋めて、でちょっとだけ血のりを上からつけたらちょっとリアルっぽく見えたけん。血のりってどうなってるんですか？のりですか、普通の？いや、のりじゃない。のりじゃないよ。絵の具？いや、違う、絵の具じゃない。塗料だね。塗ってたりとかやのね。なんかもう、難しい。使ったことない。でもちょっと簡単には取れんちゃけど、分からん。何だといいだろうな。でも普通に売るようになる、ハロウィンの時期は。あ、そうですか。その辺とかに置いてある。お、結構便利かも。服とかもピュッてしたらもう血がビャッてちゃんとついたり見えるけど、ね、今落とせる、簡単に落とせる血のりとかもたくさん、うん、剥がせるやつとかまで取ってる。あ、確かに確かに。なんかあのパックみたいにこうペン、うんうん、マジか。あるあるある。全然使ったことない。なんかやる？毎年。毎年っていうか何なんかプライベートで、なんかプライベートっていうか、うん、仮装とかでさ、うん、メイクこれやってますとか。いや、でも全然ハロウィン自体ちゃんとやったのはその前みんなでライブした時が初めてだったから、それ以外全然。そうよね、うん、プライベートはな。プライベートはやんないかな。人じゃねえな。ないけどなかった。もっとなんかこうあるかと思ったんですけど、ないか。ラベンダーのライブがあれば話せたんじゃけど、ハロウィンライブ今年何やるみたいな、じゃあ今年もしあったら何やってたみたいな。あ、イベントがあった。何のコスプレしてみたいとか。あ、コスプレにするともコスプレじゃないか。仮装。仮装仮装仮装。そうだな、私なんかハロウィンな、普通にドラキュラやりたいな。でも可愛くない？こうやればね、つけんの、ね、今歯もつけるやつありますもんね。ね、つけばね、歯つけばよくやっとるね、ビジュアルの人とかが。やってますね。 あと 目のサイズ小さくする人。え、黒目小さくする。あ、え、あ、そんなこと、はい、やります、やります。白のコンセントで。あ、白ね、白白白黒目つって、あれ怖くない？あれ怖い。あと逆に、まあ、全部黒くする人もいますよね、目の中。あれ超痛いらしいよ。あれってどうやってやるんですか？サイズがめっちゃでかいんだって。え、でも本当にもう白目見えない人いません？あ、そうだけど、そういうのがあるんだって。でっかい、友達がやったって言った。いや、入れられない、入れられない。絶対ね、目に良くない。うん、え、あれ絶対やばいよね。やばいよ、本当にやめた方がいい。うわ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 、見たいけどね。うわ、でもやってそうじゃない？なんか一番やいやいや、やらないよ。黒なんか黒とか。いや、いや、そんなやるんだったら別に 赤の方いい。赤目の方。あ、普通のコンタクトの赤色ってことね。赤の方がなんかかっこいいし、ね、安全だよね。私初めて見た時本当になんかやばい人を見てしまったのかと思って話しましたよね。うん、そうそうそう、本当怖かったもんな、あれ。怖いよね。でハロウィンの人たちみんな家からあのまま来てんですかね。あ、そうやったよ、なんかね。うわ、なんか全然そういう派手な人がおらんところの街に行った時に、多分ハロウィン時期で多分学生の2人がすごいなキラキラスカート履いて、なんかそのままの格好で歩きを伸びて、すごい派手なわけよ。周りおじいちゃんとかおばあちゃんとか、はい、あ、ハロウィン楽しんどうなと、そのまま行って帰ってきよってねと思って。いやー、すごい勇気あるな。へー、友達と一緒にさスタートしたらいけるけど、1人だったらちょっと厳しいですよね。そうだね、1人は無理だな。でもなんかそのハロウィン時期になると電車がすごい面白いことになるね。そうそうそう、なんか普通になんかなんかミイラ男みたいな人がこうやって釣り革に捕まってたりとか、うん、あとなんだっけ、食い倒れ人形みたいな人がいたりとか。
ハロウィンの電車カオスだよね。ね、もうね、怖いよね。怖いよね。面白い。すごい並びみたいな。わかるわかるわかる、うん。なんかこのキャラとこのキャラが共演するんだよね。そうそうそうなるもんね。そうそうそう。確かにな。なんか今年ハロウィンの衣装調べたら、うん、ブルゾンちえみさんがやっぱ青いんだ。青いっぽいですね。マジか。すごくないですか。でも芸人さんのコスプレみたいな。すごいね。ハロウィンになるって。じゃあ人間なのにね。ブルゾンさんは。ま、もうまんまなんですけど ね。やりやすいじゃない、なんか会社とかで。ああ宴会的なやつね。確かにね。そんなにしなくてもなんか。あ、まだそうだね、そうだね。そう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 。確かにな。やりやすい。ウィズビーもね、服とかそのままで、ね。ウィズビーとかね。確かに確かに。サラリーマンの人とか。ね、仕事してそのね、終わりに終わりに終わりにやってそうやってるって多そうだな。でも仙台街とか見たい今年、ね、見たい。ウィズビーめっちゃいそうじゃない。ウィズビーだらけじゃない。楽しそう、あとマリオとかはね毎年ありますけど。あ、毎回だね。マリオは確かにね。でもなんかもう走ってる人も結構多くないですか。うんうん、あ、いるいるいる、しょっちゅういる。あれ何、あれ何、あれなんかカート、カートがなんか貸し出しされてるみたいで、そうだ。なんか外国人の人はあれをなんかするのが流行りみたいで。うん、外国人なら言っちゃうけど、一回日本人見た時に日本かよって思ってしまった。なんか悪いけど、日本人は悪いけど、外国の方がやれたらなんか楽しいパーティーやな、イエーって言ってたけど、日本の人にイエーとかされてもなんかはい。みたいな。いやいやいや、名前それつけたら、いやなんか何じゃ日本やんみたいな、わかる。これなら勝手な差別よね、これは。そうですね、勝手な偏見ですけど、まあ、きっとその外国人の方が楽しそうにしてるのを見て、なんかこれをやりたいなみたいな。そうやね。ゲームメーカーの宣伝っていう話もありません？あ、そうだ。広告。あ、じゃあお金もらってやるよってこと？広告ってなんか聞いたことあるんですけど。なんかね、一回ね揉めたらしい、そこら辺は。あ、そうなんだ。そうそうそう。じゃあ実際今はただ楽しんでるみたいな感じなのか。めっちゃ情報わかるやん。すごいね。ちょっとあれ繋がってるでしょ、任天堂。やばいやばい。繋がってないよ。すぐニュースになってたから。あ、そうなんだ。そう、私結構ニュースよく見るから、そっかそっかそっか、そうそうそう。うわね、あれ外人の顔だったらな、ピーチ姫とかやってみたいけど。あー、ピーチ姫はね、外人さんがやったら超綺麗だよね。絶対綺麗だと思う。だってマリオ自体が外人だもん。あ、そうなんだよ。そう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 、悪いイージとかね、やってほしい。悪いイージね、なんかちょっと悪い感じの人にやってほしい、ね。あ、なるほどね。やってほしい。絵になるもんね。絵になりますよね。ディズニー系も多い気がするな、ハロウィン。あ、うん、確かに、うんうんうん、外人さんがやるとやっぱレベル違くない？違う、違う、本物みたい。そうですよね、本当綺麗ってなりますもんね。そうそう、あのディズニーとかさ、ランドとか行ってももうめっちゃ綺麗だし、あ、なんかキャストさんがすごいね。あれオーディションですよね、だって完全にそうだと思う。そう、オーディションで、しかも結構なんかあのマーチバトンとかやってる人たちのオーディションもめっちゃ厳しくて、私の友達が一人それが夢っていう子がいて、すごい追っかけてるんですけど、やっぱ受からないみたいですよ、なかなか。難しい。ディズニーはだってもう完全に徹底してるじゃないですか、いろんなもののクオリティを、世界観をね。確かにな。そうそうそう、情報とか漏れるのすごくない？だって内部の、うん、あ、そういうところもきちんとしたってことやん、ね、多分もう契約書にもうバーって、ね、めっちゃ書かされるのかな、うん、すごい。でもそれだけみんなね、ディズニーが好きだからやれるんですもんね、うん、そうそうそう、知らない人いないやもん、本当に。いや、本当そうだよね。いいな、もし生まれ変わってハーフになったらディズニーで働きたい。無理な夢でした。でした。今夜も最後までお付き合いありがとうございます。ありがとうございます。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp、 ファックスは福岡0928448844です。今ごめん、シュッって言いそうになったと。分かった、ちょっと聞こえました。シュッ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 シ怪我のないように。そうそうですね、楽しいハロウィンをお過ごしください。ってことで、お相手は田中玲奈と岡田真理奈と宮沢真理でした。また来週、バイバーイ。